界ウォッチ10周年ということで、どうも、なおちんです。今年の夏休みはですね、妖怪ウォッチ系を、どんどんやっていこうと思いますので、とりあえずデータをまず見ていきたいと思います。ちょっと待って、これプラプラじゃない、プラプラじゃない。まあ、いや、とりあえずデータを見てみましょうか。遊んだ時間52時間。多分もう一台のスイッチの方に入ってんのかな。いや違う、ちょっと待って、データ消えたか。まあいいや、これ見てみましょう。最後に開けたのが2年前に開けたみたいですね。まあ見てみます。養護国技館にいるのね。で、問題は、どれだけの妖怪を所持してるか、ですよね。これだったっけ？あ、だね。いやー、ちょっと待って、まだ全然埋まってないぞ。埋まってない。確か俺ね、もう全部集めたのよ。全部集めたんだけども、多分もう一台のスイッチだな。いや、データがあったかどうかだよな。なんか消えてたような気もするんだけど。いやー、待って、光おろしとかいないじゃん。生ハゲも持ってないの？いや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 。まあ、まあね、エンマとカイラいれば、ある程度はまあいけるんだろうけど、ちょっと待って、あまりにも少ないぞ。闇キュービも持ってないの？ということはあれだな、サブクエみたいなのは全然やってないのかもしれないね、これは。確か、タイムアタックで、急いでクリアしたデータだと思うのよ、これ。で、その後に、舞踏会とか、国技館をやって、レベルを上げたりしたやつじゃないかな。うわぁ、ちょっと待って、いっぱいいたはずなのに。全然いない。イカカモネギ長いるのね。いや、鬼系全然いないじゃないですか。ちょっと、シャドウサイドのやつが全然、いませんね。いや、これはよろしくないぞ。これはよろしくない。まあ、もう一個のスイッチを見てみて、まあ、そっちのデータでやるか、もしくはそっちのデータから、こっちに妖怪を全部移すか。そうね、妖怪移してやろうかな。確か、レベルもそのままで移すことができたと思うので、日野神いないの？日野神いないのかい？いや、結構重要だと思うんだけど。朱夏と空天の間、はい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 。夏と秋のやつね。あいつらもいないんか。カイラとエンマはいる。ちょっと待って、これ、闇エンマと、ヤシャエンマいないんじゃない？もしかして。おそらくさ、装備の変え方とかすらちょっと覚えてねえな。やっぱこうだ。ちょっと待って、大王者の牙とかが3本しか持ってない。まあ、まだアークは持ってるんで、まあ読み込ませていって、集めていくっていうのもいいけどね。ない！ない！覚醒エンマとか、闇エンマ、ヤシャエンマに変身できる装備が持ってないっすね。持ってない。まあまあ、それを集めていくっていうのもいいかもしんない。とりあえず、妖怪は、映せるもんならちょっと映そう。ちょっとあまりにも少なすぎる、妖怪が。はいはいはい。なるほどね。結構中途半端なデータですけども、まあこれを最強にしていくっていうのもいいのではないでしょうか。はいはいはい。まあまあ、最低限ね。カイラとエンマと、あと、そうねまあまあまあ、同血武士にはいるし、大丈夫か。
まあ、とりあえず、もう一個のスイッチのデータを見てみて、そっちから、まあ、データが余ってるならば、残ってるならば、妖怪を移して、で、それでちょっとやってみようと思います。装備が全然なかったので、まずは装備集めだな。はい。では、今年の夏はですね、妖怪ウォッチ、まあ、1、2、3、4、学園、まあ、すべてをある程度触っていきたいと思います。様子を見ながらですね。はい。まあ、次までにはちょっと妖怪ウォッチ4は準備しておきます。ということで、ご視聴ありがとうございました。